チャ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 バンチャ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 バンチャ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 パー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 ポン。僕フォルテ。おはようございますよ、フォルテです。本日は2022年の目標を発表させていただきます。チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を全国各地で演奏すること。よいしょーい、イエイ。というわけで始まってまいりました。私はですね、2021年ラフマニノフピアノ協奏曲第2番を演奏するってことを目標に、全国各地で2台ピアノのコンサートをさせていただきました。そして2021年の12月12日にオーケストラと共演することができました。まあそれでね、一通り一回は本気で勉強した曲なので、自分の中でのレパートリーがラフマニノフピアノ協奏曲第2番が追加されたんですけども、2022年はさらに新しいフォルテになりたいということで、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を勉強しようと思ってる所存でございます。というわけでね、チャイコフスキーピアノ協奏曲第1番を勉強していきます。この曲は約38分から40分ぐらい、まあ人によってはもうちょっと長くなるんですけども、結構長い曲です。まあ40分近くから本当にね、長い曲なんですけども、まあ頑張って譜読みをしていきたいなと思います。まずはですね、84ページあることをご報告させていただきました。おー長いですね。おー、こんなにあるんですよ、40分ってなると。まあこれをね、勉強して皆様に披露できたらなと思ってるんですよ。まあまずはですね、オーケストラと共演することっていうのは基本的になかなかやっぱないので、まず一つ目の目標としては2台ピアノで全国各地回りたいなと思ってます。まあ僕が弾けなければできないんですけども、去年は6月の末からコンサートを、2台ピアノでやりました。東京とか名古屋とか大阪とか岡山とか愛媛とかでね、2台ピアノで演奏しました。まあ6月末からまあ10月の間だったので、夏までにはできてるだろうということで、まあでも僕はストイックなので、もう今日中に仕上げたいと思います。そんなの無理だろって言いたいことなんですけども、頑張りたいと思ってる。まあ頑張っていきます。というわけでまず譜読みをやっていこうと思いますよ。それではですね、さっき言った通りチャ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 って始まります。まあ聞いたことあると思います。では始めていきます。こっからピアノソロ。今のはオーケストラだったりとかが弾く場所です。こっから僕、ここで笑顔で弾くのかな。落ちないようにしないといけない。これはこうやって弾くからね。ストップ。まあこういうのはいいんですよ。まあ知ってるよね。よし。結構難しいですね。難しいですね。やっぱ結構譜読みも大変ですわ。あとはですね、チャイコフスキーって言ったらオクターブの連打が有名ですよね。オクターブというか、オクターブがたくさん続くんですよ。弾けん。左手と右手が同じ音で、左手はこうやって進む。で、右手はオクターブで進むってことは、もう左手を譜読みしていけば基本的には弾けるってことです。言ってることわかるかな？こういうことか。
っていきたいと思います。あとは有名なとこで言ったらオクターブの連打ですよね。ラフマニノフとかと違って、まあいわゆる美しい部分っていうよりは技巧的なパッセージが多い曲です。ラフマニノフとかは、歌うところもたくさんあるんですけど、もちろんチャイコフスキーも歌うところはたくさんあるんですけども、まあどちらかといったらやっぱテクニックを結構ね、ないと弾けない曲なんだなと思いました。最後とかこうやって上がっていくんですよ。ラフマニノフとかもこうでね、ちょっと間違えたけどこんな感じでうわーって最後盛り上がるんですよ。でチャイコスキーはオクターブで音階を駆け上がっていく、半音階を上がっていきます。おはようございます、50時間目のフォルテです。シャキーン。あれからチャイコフスキー毎日のようにたくさんたくさん練習しました。1日何時間もやってると50時間なんてすぐ経つんですね。結構弾けるようになってきたのでちょっとね、まあちょっとお見せしたいなと思います。よし、ほんならオクターブの命がかかってるところいきますね。弾けるかな。結構練習したんですよ、ここばっか。どういう風な練習をしたかっていうと、親指で弾きました。ここはね、結構ピアノのソロなので、まあフォルティッシモって書いてるんですけども、それよりもやっぱスピーディーに行きたいなと思って、やっぱこういう練習をさせていただきました。この後ね、もっともっとボリュームがついてくるんかなと思います。あとここ。まあ、みたいな感じですね。で、もちろん歌うところもありますよ。まだ50時間なんでこんなもんですよ。まあこのまま頑張っていきたいなと思います。ここはちょっと難しい。2楽章とかもね、ちょっと難しいんですよ。あ、
ああってなる、こんな感じ。でもこんな感じなんですよ、本当に。三角章はね、チャッチャッチャーチャララッチャ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 ーチャララッチャっていう、弾けるかな、まだ50時間なんて全然ですけど、100時間フォルテ君は100時間もピアノを弾きました。パチ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 、チャイコフスキーだけで、だけどまだ全然弾けない。難しい。やっぱね、40分もある曲をね、練習してると速攻ね、100時間なんか経ちますよ。はい。ね、ここがかっこいい。このまま引き込んでいきたいなと思います。絶対ね、皆様、僕が全国各地に2台ピアノで回るとき、ぜひ来てください。そして、もしかしたらこの1年こんだけ弾いてると話が来たりとかするかもしれないんだけど、その時も、来てください。全部来てください。もう僕はね、何千時間って練習して皆さんの元に行くのでね、本当にコンサートってのは1回限りの、その日限りの、音なので、ぜひ、会場でお会いできることを楽しみにしてます。まだ発表はしてないんですけども、ある程度弾けるようになってきたら発表したいなと思っております。もう今からホールを抑えないといけないので、皆様、夏にはこの曲を皆さんに披露できることを本当に楽しみにしておいてください。頑張って弾きまくります。もちろんね、そのコンサートもやろうかなと思ってます。それも楽しみにしておいてください。だから僕はね、たくさんピアノを弾きまくってどんどん上達していって、みんなの前でいろんな曲を演奏したいなと思ってますので、ぜひとも楽しんでください。まだ発表してないコンサートをこんなに宣伝するっていう僕じゃん。頑張っていきたいと思います。このままみんなが応援してくれたら、僕はね、やる気につながりますので、ぜひとも応援お願いします。ラフマニノフやるって言った時にもみんなからね、うわ頑張って楽しみとか、2台ピアノ聴けるの楽しみとかめっちゃ言ってくれたから、僕はすっごい練習できたんで、もちろん今日のこの動画見た方はチャイコフスキー頑張ってめっちゃ聴きたいですっていうのをたくさんコメント欄に書いてください。よろしくね。というわけでみんな、ここまで見てくれてありがとうございます。超100時間経ったフォルテ君でした。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。それではバイ。